福本日南大正10年9月2日は、日本のジャーナリスト、政治家、指論家。平野国臣とも、信仰のある勤労家であった、福岡藩士、福本安史風の長男として、福岡に生まれる。本名は、福本誠。幼名はともえ。藩校主有館に学び、後に、長崎において、谷口蘭殿に支持し、さらに上京して、岡千寺に支持して、 もっぱら観跡を収めた。明治9年、司法商法学校に入学するも、まかない性抜事件で、原高氏陸勝南国部青掛、加藤常田だらと共に対抗処分となる。その後、北海道やフィリピンの開拓に情熱を注ぎ、明治21年、同じく南進論者である、菅沼帝風と自由となり、当時スペイン領であった。 フィリピンのマニラに菅沼と共に渡ったが、菅沼が現地で休止したため、計画は途絶した。帰国後、政教者同人を経て、明治22年、陸活難、国部青崖、小島和らと新聞、日本を創刊し、数多くの政治論評を執筆する。日本新聞社の後輩には、正岡四季がおり、四季は障害に知難を尊敬していたという。 明治24年7月、小沢勝郎、白井慎太郎と共に発起人となり、アジア諸国及び南洋軍党との通称、移民のための研究団体である東方協会を設立する。その後、孫文の中国革命運動の支援にも情熱を注いでいる。明治38年、招かれて現用社系の九州日報の主筆権社長に就任する。明治四十年、 第10回衆議院議員総選挙に、県政本党から立候補し当選。同年、原読会協力の連載を、九州日報史上で始し、赤楼市長さんの立場に立つ日南が中心蔵の、公説、俗説を廃して、史実を極めようと表したものであり、日露戦争後の近代日本における、中心蔵間の代表的見解を示し、現在の中心蔵のスタイル、 評価を確立する。大正5年、中央議式会を設立し、初代幹事長に就任する。大正10年、千葉県の大滝中学校で講演中に脳一血で倒れ死去。青山霊園に葬られた。ありがとうございます。